か全然ネガティブじゃなくて、もうめんどくせえこと多いから早く死なねえかなってずっと思ってたんですけど、早く死なねえかなって思っちゃダメかこれはと思って、どうやって生きたら、どうやったら生きたいって思うのかなと思って、もうそれ楽しくするしかないか、人生を楽しむしかないんだと思って、楽しむためにはどうしたらいいの、やっぱりいろんなものがあって、人がいて、状況仕事だったり溢れてる中にいるから、これはやっぱ人となんか接していかないと、前向きに楽しく生きようとはならないだろうなと思って、よしじゃあ前向きにいろんな人に会っていろいろもっと話をして、興味を持って、興味を持つし持ってもらって生きていこう。